アメリカ機と戦う場合にですね、はい、宮崎さんの得意な攻撃法っていうのを教えていただけると、どんな感じになりますか。それはあんた、正法なのね。これ言っても、わしだったらこんなことはやるのに、横からずっと行って行動をとって、な、行動をとって、それで、こういう、こういう格好で、はぁ、というね。工場法。工場法が得意だったんですか、うん、これは工場法が一番なんだからね。これで、工場法をやって、こういう方に逃げるか、それから、こう行って、ここからこういう方に上がる。これがね、割れ落ちるんよ。はい、ここのようでね、ここね。これはこれでやろ。はい、ほんとは、これだったら、これをいっぱいいっぱいにいても、こう、突き抜けて上上がって、向こうに寝て、こう見た方がええね。はい。うん、これがね、始めるようなときにね、8機やったんか。8機やったんだか、12機やったんだ。それから最初はお酒は分からんけど、最初はね、こうやって見て、うちの正体がね、ガーで行ってね。おたか、海面先生に来るんだからね。これはうちもね、ほんとはもう仕方ないから、海面先生に。ほんとはね、飛行機っちもね、こういうふうに逃げたらいかんね。必ず相手より下に潜らないかんね。ほんとは潜らさんようにもう来てんの。うん。これでも仕方ないからね、これまた、手で両方がね、攻守反撃でね、攻守やね、両方が向かうでね、これで攻守反撃でね、もうとにかく横の方へこう、逃げるしか方法ない。だけど、この時にはもう大抵もう、てーが上がってね、これでこういうふうに、背面になりながら敵の状況を見ながら、これでこう、まっすぐ行きゃ、追っかけていく。こっち向いていきゃ、こう置いていくというような、ね、状況が。だからね、高度が高い方がね、ええ場合と、はい。それからね、低くてもね、この場合でも、速力があれば、高度に匹敵するわけや。速度があれば、撃っといてから、ザーって向こうに起きてこんからね。はい、そういう、その時の状況によって、それが判断せな、それから、最初やっとる方の強いの、その判断ができることは強いよな。もう一つ。例えば、ゼロ戦で、こう、敵に背後を取られた場合、うん、どういうふうな逃げ方されますか？それはもう将来だ。例えばこう。もうこう来るだろ。こう来る。ほんとはもう敵が来るのも将来でじーっと見とって、もう、ええとこだったら雲にパッと逃げ込むようにするか、はい、それだったら雲がもうどうしてもなかったらもうしょうがない、じーっと向こうは必ず来ないからね、はい。そしたらもう、ここでね、タラがときて横滑りっちゅうのがある、ね。横滑り。まあ、攻撃しとってもね、シューッとこれ横滑りやの。これ横滑りやったら、ね、自分の球はね、絶対相手に当たらんのよ。球も滑るから。はい、だから、一番上手なやり方はね、もう、横から行っても、その飛行機、自分の飛行機も横滑りにならんように、まっすぐ行った球が当たるんよ。はい、だけど、横滑りになっとったら、球はこう、打っても、球はでもこうやる。逆に逃げる場合は横滑りで当てさせる。うん。だから、何の場合は横滑りで逃げる必要ないよな。で、その時の判断よ。その、しょうがないとかって、抵抗に行くような人って、バーッと上がる場合がある。はい、あなたこうついてくる、ついてくるんやったらもう、ついてくる前にこっちがこういうふうにね、できる。それはもう、戦訓やから、いや、半年や一年やったぐらいじゃ分からんねん。自分が実際にね、訓練を。だから私は、ああ、霞村、片役の霞村あるようにしても、一年も一年半も、何や、嘘で追ってからもう何回やっても勝てなんだっていうのはそうなんや。